千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、差し歯が取れた場合の再治療の費用はどれくらいかという質問にお答えしたいと思います。差し歯が取れた場合の再治療、どこまでの、段階によって、金額ももちろん違います。例えば根っこの治療からやり直す、土台からやり直す、かぶせ物だけをやり直す場合は金額が変わってきます。期間も変わってきますし、かぶせ物だけだったら8000円ぐらい、土台からやり直す場合は1万円ぐらいかかるのかな。根っこの治療からだと根っこの回数にもよりますが、それに2000円ぐらいプラスかなと思います。それはあくまで保険でやった時の金額です。もしもセラミックだったら、セラミックやジルコボンドなどの自由診療になれば10万円とか、15万とかっていう金額がかかってきます。またそれも土台が例えば3万円自費でやる自由診療なら3万円ということでしたら、それプラス3万円、根っこの治療を、自由診療にするなら1根管1本の、根っこ歯の、ね、根っこには歯の種類にもよりますが1本からだいたい4本あります。例えば4本の、根っこだったら40万円かかります。その辺の詳しいお話、ここまで話さなくてもいいのかなとは思いますが、ご質問ご相談がある方はコメントいただければお返ししたいと思います。